日本徳島県鳴門市大麻町、坂東大麻町坂東は、徳島県鳴門市の大技。人口は2654人、世帯数は1127世帯。郵便番号は、郵便番号779-0230、郵便番号 779-0231, 郵便番号 779-0232, 郵便番号 779-0233. 郵便番号779-0034、郵便番号779-0235、郵便番号779-0236、郵便番号779-0237、郵便番号779-0238。鳴門市の西部に1。北は、さぬき山脈の分水嶺をもって、北灘町地区に、東は、大麻町、大谷、大麻町、池谷、大麻町萩原に、西は、 坂東谷川をもって大麻町日木に、南は大麻町川崎、大麻町辻、板野郡藍住町に接する。市内で最大の大技である。大麻山を含む広大な山間部、坂東谷川、日戸の谷川の複合戦場地、平野部の水田地帯からなり、中心部の集落は、古くから両前寺の門前町として栄え、旧坂東町の中心であった。 現在も堀江地区の大谷とともに大麻町地区の商店街をなす。しかし、周りの大部分は農業地帯で、北部は果樹園、南部は水田地帯が展開する。このほか、北方中、谷川上流の山間に、奥屋敷と呼ばれる、小集落、南方の大麻町辻に接する小集落もある。霊山寺江戸期から明治十二年にかけては、万道軍及び、 伊丹野郡の村であった。漢文4年より、伊丹野郡に属す。明治22年に同、同郡、坂道村の大技となった。大正4年11月より、坂道町の大技となる。昭和34年4月に、坂道町と堀江町が合併し、大魔町が誕生し、同町の大技となる。昭和42年に大魔町が、鳴門市に編入され、現在の鳴門市の大技となる。 ドイツ橋、坂東駅、ありがとうございます。